はい、どうも。新キャラがね、追加されたんで引いていこうと思います。ステップ4まで引いてね、星5キャラ1体確定ってことなんで、ここでね、無事当てられればいいかなっていう感じですね。じゃあ引いていきまーす。まあ、ステップ4まではもうほぼ捨てみたいな感じかな。まあ、それまでに1体ぐらい出てくれたら、ラッキーだけどって感じだね。さあ、1回目。終わった。まるで光ってね。私の魅力を磨かないとね。というわけでスキップしていきまーす。はい、10連目は爆死ですと。ではステップ2引いていこうと思います。まあ今年ね、多分最後のガチャになると思うんでね、まあ来年新しいキャラ、なんか原作のキャラが来るんじゃないかみたいなね、噂もちょこちょこありますけど。お、いいんじゃない、ちょっと期待できる。まあここで出なかったら次回多分すぐ引けるだろうっていうね。ノリよく行こうぜ。じゃあ連打していきまーす。素材求めてさ。君の話を聞かせて。神様に祈りを。聖火の教え解いてあげ。さて。君の話を聞かせて。おお。さあ。お。世界を学びに行こう。サイラス。君も僕のファンかい？サイラスどうだったかな。覚醒どうだったかな。まあでも、いや、際どいとこですね。じゃあ後で確認します。というわけでステップ3ですね、引いていきます。まあ本当はね、多分石を温存しておくのはね、賢いのかなとは思うんですけど、まあ多分1ヶ月ぐらいねガチャ引いてなかったんで、まあ久々に引こうかなみたいな。そんな感じですね。おっと、確定演出。えぐ。まさかのステップ4になる前に確定演出。これワンチャン出たぞ。一発目。共に助け合いましょう。どうかご一緒させてください。ミロードはちょっともうな。性能的に厳しいとこがあるな。いろんな踊りを見てみたいな。まあ杖の試練とか出たら使い道出てくるのかな。まあ、とりあえず覚醒石ありがとうございますって感じですね。聖火のお導きがあります。多くの人を救うために。海の生き物、意外とねキャラ持ってないんですよね。昔のキャラはもうほぼほぼ新キャラ追加されたらね、絶対ガチャ引いてたんですけど、明るくしてあげる。もう最近はなんかね、そんな引く余裕がなくてですね。なんで、なるべくちょっと新しめのキャラ。ジルメイラとか、ハスミとか、コーレンとかね、あの辺持ってないんですよね。あの辺がちょっとね、出てきてくれると嬉しいんですけどって感じですね。さあ、星5キャラ1体確定まで来ました。引いていきまーす。ウルダイとかも多分持ってないんだよね。プロメぐらいまではね、コンプしてたんですよ、キャラを。そっからちょっとね、お金事情が厳しくなりまして。さあ、確定演出。いいよ。欲を言えば2体。まあ、一杯やりたまえ。さあ、連打していきますよ。序盤でな、止まってくれると2体来る可能性あるからな。さて、そろそろ止まってほしいところ。一人前になってやる。止まってくれる。楽しみです。私のやりたいことは。テレーズちゃんもな。いや、ベルセルク武器の周回に使ってますけど、素材集めに。楽しみです。そんなことある。え、テレーズガチャ、やりたいことは。テレーズガチャでした、皆さん。そんなことある。テレーズ2とか、しかも星5で2つ、すごい確率なんじゃないのこれ。うん、ってことでですね、今回も手に入れることができませんでしたということですね。
まあ、ちょっと記念にね、これ一回だけ引いておきます、これ。まあ、金銅石美味しいんで、外れてもいいかなっていう感じですね。欲を言えばそれは出てほしいけど。さあ、そこそこローディング長いから期待できそう。え、これ確定演出なんだけど。もうテレーズ以外だったら何でもいいわ。頼むよ。確定演出今回やば。私の力が必要？連打していきますよ。より美しく、より金が必要だな。まあ、一体でもいいよな。いいだろう。ほんとうまいわ。もっと。さあ、そろそろ。私にふさわしい人。多くの人。そろそろ。一体か。これは一体だな。この剣に誓う。おお。我が剣は他がために。オルベリクめちゃめちゃありがたいわ。一つもできてないんでね。これでステータスアップしますと。いや、普通にありがてえ。というわけで、クリスマスのね、なんかイベントの会社はね、オルベリクでしたって感じですね。いや、これめちゃめちゃありがてえわ。で、これですね。なんかこれ毎日弾けるやつ、1日1回のやつがね、30回到達したということでね、こちらの確定分を弾いていこうと思います。正直、セシリーがめちゃめちゃ欲しい。セシリー1点狙い、正直ね。まあ、ラースとかオルベリクだったら全然あり。うん。一日にこんなに確定演出見れることある？今年最後にふさわしい。楽しみです。ちょっと、お前言ってもいいって。やりたいことは。テレーズ。いや、もういいって、マジで。ねえ。一ヶ月待ってさ、なんでテレーズなの？テレーズに愛されてました。はい、ちょっとね、今見てみたんですけどね、テレーズね、まあなんか2体しか持ってなかったということで、まあこれいいですね。はい。武器持ってない人はね、ベルセルク武器とか作ってない人は、これで周回ちょっと楽になるんじゃないですか？うん。まあこれ、もらいましょうかね。うん。普段ね、この一本道をね、ひたすら、ぐるぐるしてね、周回してますって感じですね。何ですか？で、テレーズの、全体撃てば一撃と。楽しかったです。まあこれでね、素材がね、かなりね、周回できるんで、まあテレーズ。うん、まあまあ、大変ですね。というわけでね、今回の動画はね、終わろうと思います。よければね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。他にもね、ガチャ動画ね、アップしてるんで、よければ見てみてください。それではね、次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイなら。